こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ商品仕入れのリサーチのコツ、初心者でもわかる転売仕入れの方法を大公開しますというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画ですね、初心者の方でも、儲かる商品リサーチのコツですね、ぜひね紹介させていただきます。まずこちらですね、キーワードですね。今秋ですので、秋にの売れてる商品のキーワードでも何でもいいんですけど、このキーワードを入れてね、で、商品のジャンルをですね、絞っていただければいいかと思います。ぜひね、絞ってください。一つですね。一つのジャンルです。で、そうしましたらですね、何でもいいんですけど、売れてるセーラーですね。これをですね、ぜひ探してください。で、その方がね、繰り返して売ってる商品はどこかにあります。なので、それをですね、売ってるセーラー、これ儲かってる方なんで探していただければと思います。で、その最後ですね、これはですね、ここで、この2番で儲かったですね、儲かってる商品をですね、実際にですね、自分で売るんですよね、テストーリー。で、売れたかどうかで判断で、早く売れますとですね、儲かりますので、それをね、繰り返して売っていただければ全て利益になります。こうい、大まかに言うと、この3つですね、を繰り返していただければ100%儲かりますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームがスタンプをお願いします。あと、YouTube が質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は最後にいただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。